こんばんは、声楽家伴奏者育成コーチコレペティトールの香川です。ですね、このところずっとフィガロの結婚の、まあ、1曲ずつたまにこう分けたりとか しながらですけれども、それでずっとお話をしてるんですが、なぜこういうことを始めたかというと、結構ね、このフィガロの結婚を見たことがあるとか、あと、そうですね、字幕付きで見たことがあるっていう方には出会うんですけど、私も字幕のを見に行ったんですが、まあ、映画の字幕と同じでやっぱりね、面白さ全部伝わるわけじゃないので、なんか私が見ててすごいこう面白いところをお話ししたらどうかなと思ったんですよね。というのも、私の生徒さんのレッスンをしている時に、フィガロの結婚のお話をしている時に、先生の話を聞いたらそんなに面白いって初めて知ったとかっておっしゃる方がいるので、あ、じゃあもっとね、その私の生徒さんだけじゃなくていろんなとこで発信してみようかなと、まあ、読んでる人見てる人がいるかどうかわからないけれど、やってみようかなと思ったのがきっかけです。今のところね、ほぼ毎日、いや1日ちょっとお誕生日関係でお休みしましたけど、あとは続けていて、やっと今2幕のフィナーレの頭にたどり着きました。まだこれからアップするので、まだYouTube 見ていただいても、その前のレチタティーボまでしかないんですが、これからあと編集してアップしようと思いますので、ぜひ皆様に見ていただきたいと思います。で、やっぱり演奏でもそうですけれども、その曲の面白いな、ここいいじゃないっていうところを音楽で表現する、言葉で表現するっていうこと、とっても重要じゃないかなと思うんですよね。この中で温めてるだけだと人には伝わらないんで、この面白さをどういう音楽にの表現にしたら分かってもらえるだろうということを考えていくと、とっても楽しいと思うので、これから私もその動画の発信もそうですけれども、演奏においても私の楽しいっていうのを、面白いと思っていることを伝えていくことを心がけたいなと思っています。ではまた。